ーと日本プロジェクト in 青森県、早乙女舞香です。今日は八戸市の立花岸壁の朝市に来ています。どこから見ていいのかわからないほどの広さと人のにぎわいでびっくりしています。全国有数の水揚げを誇る八戸港で夜明けから開催されている立花岸壁朝市。約800メートルのストリートに300店ほどのお店が並ぶ全国最大規模の朝市です。ほら、ちっちゃくて高くてうまい銀タラ的だ。お、うまい。お、うまいですか。いいじゃん。お、オッケー。お褒めの言葉をいただきましたよ。やっぱりこの詰め放題が。そうです、そうです、はい、なんでこんなになっちゃったんですか。今日おそらく3万人以上来てると思うんですが、いつもはもう今の時期ですと5万人以上来るっていうのは、お盆前はだいたい8万人ぐらい。海外の人たちも少しずつ増えてます。もう船を見ながら大自然の中で買い物を楽しんで、またあの要所要所にコーヒー飲んだりラーメン食べたりするところがあるので、そういうところで買い物を楽しみながら、くつろげるっていうところが、特徴だと思いますね。今日は八戸市の立花岸壁の朝市の模様をお届けしました。あ、イカ丼。海と日本。